ただいまから始めますのが、第9章破産プランの作成というコマになります。これも先ほど生物学的被害要因、試験出る生物学的被害要因2番というところでもう皆さん見ていただきました。ハンバーガー製造工程で破産プランを作っていくとしたらどうなるのか、そこから考えていっていただきます。このハンバーガーショップの事例では、ハンバーガーのパテのラインだけに縦の筋を限定してます。実はバンズも入ってくるの、レタスも入ってくるの、ピクルスも入ってくるのといろんな縦の線があるんですけれど、理解を助長するために、理解を醸成するためにあえて単純なところの、フローダイアグラムにしてます。あとは購入したひき肉を起点にすべて店内加工という前提でおります。条件3番として、物理化学的な危害要因は無視します。これもすでに検証を受け、ここまで受けられた方はお分かりと思うんです。例えば化学的な危害要因のアレルゲンは非常に大きな問題ですけど、ハンバーガーショップ、例えば牛肉、それから小麦というアレルゲンから逃れるわけいきませんし、他の例えば月見バーガーのような形で卵でも使ってない限りアレルゲンの交差ございませんので、もうアレルゲンはある、しかし限定されているという前提のもとに話を進めてまいります。条件4番として、テイクアウトはないといたしました。最近テイクアウトまたはデリバリーが流行ってるんですけど、これをやりますとね、消費までの時間が追加されるので、皆さんにとっては非常に難関になるということで、テイクアウトなし、店内で2時間以内消費という形で前提を組んでおります。単に分かりやすくするために写真をちょっと入れただけです。よくやりますが、こうやってボールの中で手ごねをやってるということですね。はい。型打ちしました。型打ちしたやつはこれ波板の鉄板ですけど、波板ではなくても結構です。グリル、鉄板の上で焼きましょう。で、最長3分、最長6分というような書き方してます。これどういうことかと言いますと、最短3分やらなければ熱が通りません。最長6分でとどめないと結局焦げてしまって商品価値が落ちてしまう。だから最長3分、最短3分、最長6分というような書き方になっています。ほとんど時間をかけずに盛り付け、組み立てが終わりまして、お客さんによる消費があって、これ2時間以内ですね。で、使ったシルバーの類は、または皿の類は帰ってきて、ここで食洗機を通って、また組み立て、または盛り付けのところに戻されるというフローになります。やっていただくのは7原則12手順の中の手順の6から12まで、原則の1から7までというところになるわけです。それを通常は1個1個別の書類を作るような形で研修を進めていくことが多いかと思うんですが、私どもの場合にはこれ全部フローダイアグラムの中に書き込んでちょうだいね、一気に済ませましょうという考え方で進めてまいります。フローダイアグラムの中に一気に書き込んでしまいますと、とてもいいメリットがございます。それはどういうことかと言いますと、危害要因を分析をやってますと、もう本当に横の行の中で、枠の中で皆さん閉鎖された中で物事を考えようとするんですけど、フローダイアグラムの中で書きますとね、前後上下の工程が全部目に入りながら危害要因分析をやっていきますので、例えば後の方に CCP があるなら後の方に任しちゃえばいいなというふうに全体をつかんだ形の議論ができる。これがフローダイアグラムに直に書き込む大きなメリットになります。で、同じことですね、フローダイアグラムから記録までやりましょう。挙動のみでまずやっていくんですが、皆様も豆腐屋の演習課題でも全く同じです。まず設営条件、付与条件とも言ってもいいでしょう。私どんな店を開きたいのというところをまずは決めていただきます。で、最初の付与条件、設営条件のところで何時間も何時間もかけて一生懸命考える必要ありません。これやってきますとね、後の7原則12点中の7原則に入っていきますといろいろと問題が起きまして、やっぱり大元に帰って設営を変えないといけないということも起きてくるので、大まかで結構です。この方は非常に細かなマンニング、シフトのスケジュール、または製造のパターンまで書いてくれてますけど、ここまでやる必要はございません。
練習の中で、やっぱり PC は持ってないよ、持ってるんだけどあまり使ったことないよ、やっぱ手書きの方がいいという方もいらっしゃるんです。結構です。この方は手書きでやってます。手書きで十分いきます。ただし手書きの場合には消して次を書き込む、消しゴムで消して次に鉛筆で上書きするというのは作業になりますので、原型がなかなか残りません。ただその原型が残らないというデメリットを補う点もございます。例えばスマホのカメラで結構です。途中途中の経過を写真に撮っていただければ、後でどのように書類が変遷してきたか追えますの で、まあ手書きの場合にはスマホと組み合わせて、またはあのデジカメ持ってきていただいて、ちょこちょこちょことポイントポイントで、その記録を残していただくことがいいかと思います。この方は調理場と客席のアレンジを書いていただいてます。ただここでまあこの方にも申し上げたんですけど、まだまだ通常の飲食店でいうとこの厨房の広さはいかがなもんかねというお話は申し上げました。まあビジネスとして成り立てさせようという時に、厨房をできるだけ圧縮して客席をどんどん大きくするというのが、まあ通常のレストランのやり方です。ですので皆さんが飲食店に行かれたら、本当に厨房ってギチギチの状態でやってますよね。あの人と人がすれ違うのに対面ですれ違わない、背中同士で、すれ合うようにすれ違わないといけないという手法が多いかと思います。何のためかと言いますと、それはテーブルの部分を大きくして、要は客の回転を良くする、客の滞在人数を多くして、それを回転させることで店の売り上げを上げようと考えています。ですのでこれもまた厨房がちょっと大きすぎるんじゃないかなという、まあ、お話は申し上げました。でこちらでシフトスケジュール、マンニングの方をやっていただいています。ではもう生物学的危害要因の2のところでも多少やっていただいてますので、ここまず挙動を見ていきましょう。挙動は例えば増殖であるとか、ここは増殖しかないですね、4原則あるんでしたね。持ち込む、くっつける、持ち込まない、くっつけない、増やさない、そしてやっつけ損なわない、というところで、そこの中でこれは、増やさないに当たる部分です。まあ、現実には増えちゃうから増殖という書き方してますね。星の大きさ出てます。それに対して管理手段、それぞれこういうことが考えられるんじゃないかという書き方をしてますね。じゃあ管理手段、これが挙動にあります。生物学的危害要因、まあ、通常生物学的危害要因しか相手にすることはございませんので、その挙動の大きさ、それから管理手段の効果の大きさを引いて差分が出ますよ。もしも差分がこのように残っていくんであれば、だんだんと累積される、積み上がっていくリスクは大きくなります。じゃあどうしないといけないかというと、そうですね、ここまで積み上がっちゃうと、こいつをオフセットするという作業が必要になるわけです。ですのでこの後に CCP を置かないと、このままいきますとお客様は病気にしちゃう、健康危害を起こしちゃうというところで、こいつを潰すために、これを全部潰すための CCP を置くようになってまいります。ビジュアライゼーションという言葉を我々よく使います。例えばフローダイアグラムの中に被害要因分析を書き込むでもビジュアライゼーションです。全貌が見える中で、枠の中で小さく、その枠の中のことを考えるんじゃなくて、全体を見ながら俯瞰図と言います。今頃は俯瞰図と言っても皆さん分かっていただけないので、まあ、ドローンで航空から風景を眺めると思ってください。それから星、挙動であるとか管理手段の効果であるとかいうのを、星の大きさ、また数で合わせても、これもビジュアライゼーションです。どうしても言葉に頼ってますと、大きな挙動が予測されるとか、そういう言葉に頼ってますと、実際にどれぐらい大きいかが分かりづらいんですね。ですのであえて大きさを星の数、または星の大きさで表していただきます。このビジュアライゼーションというお話で、差分、
累積を図示することで、もう全体のシナリオがどのように動いているかをまさにビジュアルにできるわけです。じゃあビジュアライゼーションで一旦フローダイグラムで完結させといて、必要に応じて危害要因分析表とか CCP の要約表、整理表、モニタリング方法なんかを決めていけばいいんじゃないですか。で、あまり重要がない でないと分かったところに、いちいちこれやっていく必要ないので、本当に重要なもの、例えば CCP は重要ですよね。それ以外にも OPRP、当然重要です。または、PRP と言われながらも、こいつを外すと、とても大変なことになるという場合には、モニタリング、是正措置、検証計画、記録項目、こういうものが必要になってくるでしょう。ですので、まずはインパクトの分析をやる、その後に必要な書類、周辺の書類ですね、派生するような書類の作成にかかっていくという考え方は皆様、採用してみてください。これよく保健所の方で間違いをやってました。ハサッププランを見せてくださいねと、よくよく聞くとハサッププランというのは彼が言ってるの、また彼女が言ってるのは1枚の紙切れみたいなんですね。ハサッププラン見せてくれますかなんていうので、ハサッププランそんなに簡単に見せられるものじゃありませんと、体系ですから分厚い書類になってるので、これは本当に見るんですかという話をしてると、いやいや1枚の紙ですというお話に至ります。我々の方では CCP の要約表と呼んでます。CCP の要約表、CCP を1枚の紙におおよその姿をまとめたものです。CCP がハサッププランか、CCP 要約表がハサッププランかというと、また違う、説明を申し上げましょう。CCP だけではなくて、OPRP も同等に同じように重要ですよね。それからここがもう本当に厚生労働省、それから県の保健所とかでもう異常に粘って我々と議論が噛み合わないことが多いと思うんですけど、 CCP がない例ってあるんです。実は私前働いてたネスレという会社のコーヒー工場で、主要なコーヒーラインには CCP ありませんでした。よく言われるんですよ、コーヒー豆焼いてるじゃないですか、それ殺菌じゃないんですか。いや別に殺菌は二次的になされることで、本来の目的はコーヒー豆を焼くことでコーヒー特有の香りを引き出すためだ、品質のためです。殺菌は二次的なもので、殺菌を意図しているものではない、二次的にそれが起きて自動的に起きてしまうことになります。いやーと引き下がらない方もいましてね、じゃあお湯かけてコーヒー抽出してるじゃないですか、お湯かけるという作業は殺菌に当たるんじゃないですか。確かに殺菌も達成されます。しかしながらお湯をかけるという作業はネスレ側から見るとコーヒー豆の固形分を引っ張り出すという生産性のためなんですね。このように CCP、 ネスレでもう意味軸も出たように CCP がないラインであります。 CCP でがないときにようやハサプランはまた全貌になっちゃうんですね。CCP の要約表だけで代表できません。CCP と PRP は組み合わされてこそ効果を発揮するので、CCP 要約表を持ってれば全てがうまくいくって問題はございません。例えば CCP が本丸であって、PRP が内堀外堀のような周辺の防御をやっているという考え方をすればよく分かっていただけると思うんです。そのためこのセミナーの中では CCP 要約表イコールハサプランといった言い回しは絶対にやりません。ハサプランというような、つまり PDCA を回していく、ハサプを全体を回していく計画書の原型のようなものです。さあ、このようにフローダイグラムの中に挙動を書き込んでいくことになります。これももう以前勉強していただきました、腸管集結大腸菌ノロウイルス、そしてこれは今回の豆腐屋の演習課題の時にはほとんど関係ないんですけど、身の丈にあった、身の丈にあった、管理者さんをお願いいたします。まさかハンバーガーショップで金丹を入れようなんて考えてらっしゃる方いませんよね。
どうも他の研修団体の指導に従ってたり、また保健所の言うことを聞いてると、まるでハンバーガーショップでも禁断を置くことが当然のような印象を持たれることかと思うんです。禁断ってやっぱり100万200万軽くしますので、それを本当に据え付けないといけないのか、起きもしないであろう、ほとんど起きないような頻度で、起きたからといって重篤度は非常に低いものに対して禁断を据え付ける、そういう判断をすることあるでしょうか。ありえないですね。身の丈に合った自分のビジネス計画に当てはまるような形での管理手段以外は採用できません。これも身の丈に合ったというお話です。ハンバーガーショップで言いますと、やっぱり厨房の設計がいかどうであるかは食品安全に大きく関与しています。ここでも不要条件いっぱい書いてます。例えば方針がありますかとか、営業目標は何ですか、メニューはどんなんですかといろいろ書いてて、設備の部分もやはり関心事であることは確かなんです。で、厨房機器のコンサルタントが書いてる、もうこれはとてもいい資料だったんで持ってまいりました。食洗機の衛生管理はとても重要ですよということを強調しています。食洗機の中にぬめりがあったりする、ベトベトがあったりする、こういう状態で食洗機そのものの衛生度を達成することはできません。実は最近忘れがちなんですけどね、昔はよく料亭なんかで、もう今のようにその7時までしか種類を出さないなんて、そんな制約はありませんので、本当に遅くまで宴会が続いていたわけです。例えば夜中の1時、2時になって、初めて最後の客が帰っていく。それから店員たちは急いで片付けをやらないといけないんですね。そうなりますと、食器洗いもいい加減、それとプラス食器がまだ完全には乾燥してない状況で食器棚の中に突っ込むとなりますとどうでしょう。例えば夏の夜であった場合には、はい、食器には栄養分が残ってますよね。半乾きだからまだ水分がいっぱい残ってます。そして夏の夜更け、30度を超えてる可能性もある。その状態で食器棚に突っ込まれて一晩経ったらどうなるでしょう。実際には昔は料亭、割烹なんかの食中毒の原因として食器が挙げられたことが多いんです。我々は食洗機というものが導入されてからこういう懸念をほぼ捨て去って拭い去ってきましたが、あまりにも繁盛しているようなところの食洗機はやはり衛生管理がとても難しいというのが最近よく分かってきています。それ以外にも繁盛はしてなくても食洗機の衛生管理が悪い店もあるんですね。そういうところもそうです。食洗機の中になんとなく虹のような光が見えたり、ぬめり、また食洗機のドアを開けた途端に匂いがしたりします。こういうところで現れた食器は悲惨な状況になっちゃうわけです。食洗機、例えば NSF ディーン、これはアメリカの方の基準ですね。これはドイツの方の基準です。ではなりますと、洗浄水の温度がかなり高めに持ち上げられています。で、仕上げの水の温度が82度から91度、業務用は、まあ、例えばアメリカヨーロッパであればほぼノロであっても殺せるぐらいの殺菌力を持たしているわけです。実際私が日本の中でこのような食洗機を見たのは機内食メーカーって随分と食器変えてきますよね。いや、プラスチックだから食器が返ってこない、それはまあエコノミーの話であって、ビジネスクラス、ファーストクラスになるとやはり今でもシルバーをよく使うわけです。そしてそういうものを回収して次のお客さんに回すまでにはきれいに洗浄するとともに殺菌を考えているわけです。機内食メーカーの食洗機の出口側は強い蒸気が出てきています。なぜかというと、このようなすすぎの温度を上げてるからなんですね。シンクの方です。シンクもドイツとか FDA、アメリカの方ではかなり大きめのシンクっていうのが要求されてますけど、日本の場合には、まあ、天下のマクドナルドでもこんな小さなシンクで肘まで洗ったりしてますね。これはもちろん望ましいんです。しかしながら、まあ、
小さな真空しか手に入らんのであれば、それはそれで教育訓練、指導教育訓練で逃れていくことをソフト面でカバーすることを考えていくというのが皆さんのソリューションになっているでしょう。挙動に管理手段を加えましょう。これが挙動ですね。持ち込みがあるの、増殖があるの、くっつきがあるの。それに対して、はい、挙動し、管理手段の補修を想定できる効果をここに書き入れてきます。これとこれを比べるわけですね。はい、比べてみて、左側の危害の大きさの方が管理手段の想定効果よりも大きかった場合に、当然ですけど差分が残ります。これが積み上がっていくというのが先ほどお話した内容でしたね。この例で言いますと、直線矢印が重なっている束が大きくなればなるほど被害要因が累積される。まあ私どもの研修の初期の方にこれをやってました。まあ、でもどちらかというと星の方が理解していただきやすいので、今は星という形にしてます。ここに先ほどお話ししましたね、危険な動線を描いてます。あえてこのようなあのなんか憎たらしいの顔は描く必要ないんですけど、あのサービスで私どもの研修教材作成担当が作ってくれました。ノロの場合どうか。ノロはここがまっさらになるんでしたね。まっさらです。でここ比較しますと、ほとんどが人間、従業員、または後の方に出ますけど客がくっつける。人が大きな培養器であって、人が大きなキャリアであって、人がそれをいろんなところ植え付けてまいりますので、人こそが危ないということがここに明白に出てまいります。このようにすべてを星の数、星の大きさで表していきますと、ストーリーの展開がすぐにパッと見ただけで分かるんです。これが私どもの、ビジュアライゼーションを使ったハサプランの書き方になります。まあ、演習の中で皆様一個一個作業を重ねていく中で、講師もつい横について、また講師はあのズームとかで遠隔で指導を差し上げますので心配なさる必要はありません。そんな難しいことではありません。要は全てを見える化しよう。見えることで、見えくる化することで自分の中のストーリー作り、そして皆様のハサプランを見る側の、例えば査察に来る側、それから、社内で皆様が教育しないといけない方々にとっても、見えるからストーリーが見えるので非常にお互いの理解がやりやすくなっていくというところに落とし込めるのがビジュアライゼーションによるハサプランの作成になっていくかと思います。ではこれで、ハサプランの作成の方を終わらせていただきます。